はい、どうも皆様おはようございます。相変わらずですね、本日も蒲田駅周辺を歩いております。そして私が蒲田に行くということは、今日もですね、羽田空港に行ってまたお出かけしたいと思っております。今はですね、蒲田を流れる野村という川なんですけども、そこもですね、完全に桜があるんですけど、まあ満開のピークは過ぎたと思うんですけども、いや、まだまだね、綺麗ですね、すごく。はい、ただいま羽田空港第一ターミナルの方に到着いたしました。本日はここ羽田空港第一ターミナルから、福岡県は福岡空港を経由いたしまして、長崎県佐世保市の方に向かう予定でございます。まあ、ただ今日は福岡の方からバスで行くか電車で行くかとかですね、また全然決めてなくて、相変わらずの無計画な旅になるんじゃないかなと思います。もうやっぱり混んできたな。なんか普通の入り口結構混んでるので、今日はね、 GGC のカウンターの方からね、セーフエリアの方にね入りたいと思います。後ろ見てもらうと混んでるんですけど、まあ普通のところから入るよりもね空いてると思いますので、今日はねこちらの方から入りたいと思います。登場時刻の5分前なんですけども、いや、すごいね、この人の数。ただいま着席いたしました。そして本日の機材は、エアバスの A350-900 でございます。満席でございます。さすがね、A350 ということもあって、なかなか快適でしたが、3分後に発車するようなので、ここから博多の方にね向かいたいと思います。はい、ただいまね、博多の方に到着いたしました。久しぶりだね、博多来るのね。この間来た時はね、ずっとね天神の方とか行っちゃってたんでね、博多駅本体は本当に久しぶりですね。じゃあ一旦ちょっとね、外に出て、それで店を物色しましょうかね。ただいま、ね、博多の、なんですかね、地上の方出てきたんですけども、あれこんな感じだったっけな。博多地下街になるもん来たんですけども、あるのかもうよくわかんないんだよな。もう、あ、博多ラーメンね、ひっけ。そしてまた博多駅の方にまた舞い戻ってまいりました。今から JR のね、あの切符売り場、まあ緑の窓口的なところに行きまして、佐世保までのまず切符を買いたいと思います。人混みすぎよ、混みすぎ打ち問題だなこれ。4番線だし、4番線こっちか。おー、なんかすげえかっこいい電車が入ってきたぞ。ご乗車ありがとうございます。ハウステンボス佐世保行きの特急、ハウステンボス緑13号です。九州をご利用くださいまして、ありがとうございます。はい、ただいまですね、博多から約2時間かけまして、もう長崎県佐世保駅までやってまいりました。あー、すごいな。はい、佐世保のね、今駅の外出てきたんですけど、まあなんか今日あったかいですね、佐世保は。いや、こりゃ綺麗だね。目の前こんなんですからね。
で、駅がこんな感じですか。ハンバーガーショップシカリさんというところで、ただいまハンバーガーとコーラの方630円ですねを注文させていただきました。では、サセボバーガーいただきます。なんだろう、なかなか難しいな、絞り込むのが。もう少しな、人が出てるとな、人の中で追っかけてってあれやこれやね、探すのもできるんですけど、いかんせんね、なんか人があんま出てないので、この辺の筋がね、メインなのかな、ちょっとまだね、掴めてないですね。なんかこの通りかな、なんとなくだけど、やっぱりちょっと明るい時にね、歩いてても思ったんですけど、何気に良さげなお店があるな。見えてるかわかんないんですけど、もちろんですね、しぐれ茶屋さんっていうところでご飯をね、いただきました。ケースにね、魚をね、泳がせて、それをそのままね、なんかサバとかはね、そのままさばいてるというような感じで、めちゃくちゃ新鮮でね、なんかサバもね、すごい身がしっかりしてて美味しかったです。いやアメリカだな、ここは一角だけ。俺は生きて帰れるかな、今日。はい、こちらのね、ハンバーガー屋さんで、おそらくサスボ最後のご飯になるであろうサスボバーガーの方を注文いたしました。まあそろそろね、バスの時間も迫ってまいりましたので、バスターミナルの方に向かいます。バスセンターか、センターに向かいまして、ここはサスボからですね、福岡県は博多の方にまず向かいたいと思います。お待たせしました。はい、はい、ですね、はい、お待たせしました。ジェリージャース福岡行きに させていただきます。バスターミナルの方に到着しました。これは一体何の乗り物だろう。とりあえずね、もうランチするとこだったらね、もう困った時のね、そこに見えてもウエストしかないので、それもね、ウエストの方でうどん食べて少しね、胃を落ち着けさせたいと思います。めちゃくちゃいいですね。片電話の後ろにあります GGC のカウンターの方でクラッシェの空き状況を確認してきたんですけども、なんとですね、運のいいことにクラッシェの窓側の席空いてたので、早速ですね、アップグレードしてまいりました。今年の4月1日からクラッシェの、ね、当日アップグレードの金額変わったっていうふうに聞いたんで、1000円でアップグレード無理だろうなと思ってたんですけども、なんとですね、今日は1000円でアップグレードすることができました。もろもろの、ね、事務処理も終わりましたので、今からですね、また最後の、ね、一食を食べにレストラン街かな、そちらの方にね、向かいたいと思います。じゃあグループに開始になりましたので、この順番に乗りたいと思います。それで行ってきます。はい、ただいまね、着席いたしました。そして本日の機材はボーイング767-300でございます。
ここ最近がすごい混んでたということもあって、今日はすごく空いてるような雰囲気がしてますね。ただいまね、制限エリアの方に入ってまいりました。で、時刻が今6時13分でございます。で、登場時刻が7時ちょい過ぎぐらいなんでね、あと1時間ぐらいはありますので、こちらに、ね、多分見えてると思うんですけども、サドルラウンジの方でね、少し時間潰してから登場口の方に向かいたいと思います。はい、ただいまね、ラウンジの方から出てまいりました。で、今日の登場口、13番登場口でございますので、一旦そちらの方に、ね、向かいたいと思います。はい、ただいま着席いたしました。そして本日の機材はエアバスの A350-900 でございます。そして揺れておりますけども、さすがね、A350 非常にね、乗り心地快適ですね。こちらの方で北海道着いてからの1食目食べたいと思います。うわ、混んでるな。うわ、すごい、これなんかニュースで見たことあるわ、こういうの。札幌の駅に、ね、到着いたしました。もうなんだかんだで空港を着いて、空港からここまで1時間半かかっちゃったかな。電車使えないのが結構ね、でかいですね。あ、なんか電車遅れてるっぽいですね。だからこんだけ人が溢れてるんだ。はい、とりあえず乗れました。かつ座れたんで良かったです。乗り換えのご案内です。ようやく小樽の駅に到着しました。とりあえずね、もうお腹空いちゃったんで、あれはすごい、家で食えたらちょっと嬉しくなる。とりあえずね、今後ろの三角市場の方でお昼の方ね、食べてまいりました。どうも見たことあるね、この風景。あれ、意外とあれかな、ちっちゃいのかな、ここだけなのかしら。俺もうちょっとで、ね、でかいのかなと思ってたんですけど、あ、意外となんか範囲は狭そうだぞ。あ、でも見たことある、見たことある。そうそうそう、これ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 。はい、ただいまね、時刻は6時半ぐらいですかね。さっきまでね、本当に暑かったんですけど、やはりやっぱ落ちてからね、急激にやっぱ寒くなってきましたので、まあね、寒くなるってことはね、お酒飲むにはいい気候だというふうにも思っておりますので、今からね、小樽の繁華街の方にね、向かいたいと思います。花銀って書いてありますね。この辺かな。とりあえず行ってみますか、こちらね。北海道の幸をね、たんまりと食ってまいりました。非常に美味しかったですね。どうも皆様おはようございます。小樽2日目の朝でございますが、飯食ったらなんか暖かくなってきたから、焼き原ステーション食べたんですけどもね、めちゃくちゃありましたね。味はね、塩がね、かなり効いててね、めちゃくちゃうまかったですね。で、後藤家のカレー好きなので、これにしますかね。
一歩下がってもう一度入れてください。はい、着席いたしました。本日の機材はボーイング76ダッシュ300でございます。ターミナルの方に到着いたしました。